はいこちらの動画ではですねこの,この出ているビットコイン出来高移動平均スプレッドというですねその指標の作り方というのを動画の方でステップバイステップでねやっていきたいというふうに思います。 あの出来高がが大切だととといいうのは皆さんも聞かれたことがあると思いますなぜ出来高が大切かというとですね、まあ、やっぱりあの価格というのは結果でしかないわけですよねいろんな人が売ったり買ったりして結果的に落ち着いた場所手打ちをした場所もしくは手打ちをさせられた場所というのがですねこういうふうに連続をしてまあ価格という形でですねマーケットに残っていくということになるわけなんですけれども やっぱりその価格だけ見ているのと、出来高であるとか、他の様子も見ているということであると、深さというかね、全然次の絵の見え方というのが変わってくるので、それまで出来高を分かりやすく、比較的簡単にね誰でも無料で入手できるデータを使って、価格の何か先行指標として使えないだろうかということで、今回、この動画を公開するということをしてみました。 はい、でこれ見ていただくと非常に明らかな傾向があると思いますあの、この出来高スプレッドの方が先にピークをつけて、その後で価格の方がピークをつけにきているというようなところがありますで、逆にボトムの方もやっぱりこの出来高スプレッドの方が先にボトムをつけて、その後で価格の方が追いかけていっているというような流れですよね。 これもそうですよね。先にこっちがピークをつけて、これが後でつけてるというようなところ。こっちも先にピークをつけて、出来高スプレッド先につけて、後から追いかけていくと。まあ、そういったようなことというのがですね、ずっと続いているっていうことが一つありますし、 まあ,あとは、単純にやっぱり、このスパイクというかね、この高さっていうのが、手前側のものっていうのを超えていかないとですね、やっぱり新しい局面には入っていきづらいということですよね。あの逆もまたしっかりですよね。逆もまた値段の方が下に抜けるっていうのであれば、このスプレッドがバーンと下に抜けると。この作り方なんですけれども、ちょっと一からやっていくということをやってみましょう。はい。じゃあ、もうデモの画面の方に移りましてですね。 で使うのは皆さんもご存知のコインマーケットキャップですね。はい、ここのウェブサイトに行ってもらってです、ね、例えばじゃあ、えー、とトップページに行ってますね、はい。トップページに行くと、こういった通貨というのがあのいろいろ出てき、えー、ます。でえー まあ、あのもっと深く言うとです、ね、これはビットコインかそれ以外かでちょっと使い方というのは変わってくるんですけれども、まあ、それはさておき、一旦ビットコインで見ていくということをしていきましょう。で、ビットコインの方に行ってです、ね、ここにヒストリカルデータっていうのがあるので、これをクリックしてやります、はい。で、そうすると過去のデータっていうのが出てくるので、ここにですね、まあ、例えばあ、そうですよね、直近1年間のデータを出すということでやってみましょう。 はいで出たらですね、一番下まで行ってやって、ですねまああのここからは非常に原始的で、ですねもうぐるーっとあの全部選択してやりましょうということで、選択をしますと。終わったら右クリックでコピーということで、Mac だと Mac ボタンと C ですかね、押してやるとできますというところですね。 はい。ということで、この B の2に、じゃあ貼り付けていきましょう。もう数字だけあればいいので、はい、数字でいきますね。はい、このようにしてやると、日付、あと、オープン、ハイ、ロー、クローズ、あと、ボリューム、マーケットキャップ、これらの要素っていうのを全部 Excel に取り込むことができました。で、ここのボリュームっていうのをですね、大きくしてあげると、ここにですね、まあ、要は出来高が出てくるということですね。 でこれでまずデータの方の入手ができましたので、そしたらですね、まずはこちらに、この何をやるかっていうとですね、ここのボリュームの移動平均を取ってやるということですね。で、この移動平均の速い方の平均値と遅い方の平均値っていうのを取ってやって、それのですね、クロスをしていく場所、もしくはその差っていうのをね、見つけることで、速度の変化を取ってやりましょうということですね。 はい、ということで、ここではです、ねまあ、例えば5日平均やっていきましょう。はい、そうしましたらです、ね、ここに計算式を入れていってあります。まあ、非常に単純ですね。エクセルであればです、ね、これイコールを押してやって、平均値の計算式なので、アベレージですね、アベレージ、括弧で、このボリュームのです、ね、直近5回分というのを選択をして、エンターを押してやります。はい、するとね ここに5つ分の平均値っていうのがここに出てくるということになりました、はい、合わせてここにですね、まあ、20アベレージを入れてやりましょうあのパラメータは別に何でもいいですあのそれぞれの皆さんが最適と思われるもので作られたらいいのかなというところではいここもアベレージこれですねはい20いきましょう20個選択をしたら Enter ですねはいでこれで20のアベレージを得ることができました えー、そうしたらですね最後にこの差を取ってやりますはい、えー、どうしましょうかねまあ MS スプレッドということでムービングアベレージの差ということで取っておきましょうはいこういう時はまあ大体早い方から遅い方を引いてやるということですよねはい、えー、ということでここに数値を出すことができました はいでこれで準備は完了でそれができたらこの3つを選択してあとはオートフィルをダブルクリックですねはいそうしてやるとこのようにすべての数値を得るということができましたはいそしたらですねあとはグラフを作っていくんですけれどもちょっと簡単にねいくつか直近のところだけデータを作っていくということをやっておきましょう データを例えばじゃあ直近19セルぐらいのデータを作ってみましょうということでまず日付を選択をしてその次に MS プレートこれコントロールをしながらクリックをしてやると範囲を、ね、あの選択することができますこれ1つこれ2つの範囲ですよね、はい、で3つ目にこのクローズということで終わりね、えー、というのを選択をしてやってこれで挿入ですね でグラフの組み合わせというのを選んでみましょう。はい、そうするとですね、ここに、まあ、終わり値のグラフとです、ね、このムービングアベレージのスプレッドというのを入れるということができました、はいで。それができたらですね、次はグラフの種類をちょこっと変えてやるということで、えーとですね、これを、はい、右クリックしてやって、グラフの種類の変更ということですね。 でそれぞれ数値が異なりますので、えー、クローズの方は二軸の方にしておくということをしてやりましょう。はい、で値段の方は折れ線、MS プレードの方は積み上げということで、はい、してやりましょう、えーで。あとちょっと眩しいので黒色にしておいてやりますかね。はい。 であとですね、あのまあ、今、グラフの範囲っていうのが直近、これでですね、十何日分くらいしかないんですけれども、まあ、これをちょっと広めにするんであれば、例えばここを、あの範疇をね、えー、少し広げるということで、まあ、100載せてみるとかね、いうことでもいいと思います。これ載せてやって、次に、えー、価格の折れ線を選択してやって、ここに、今、折れ線見えてないんですけれども、そのまま気にせず、119、119 11というふうに入れてやると。 はい、こんな風にですね、価格と MS スプレッドの方をともに載せてやることができました、はい。で、ここまで来たらですね、もうほぼ出来上がりなんですけれども、まあ、あとはグラフのタイトルにですね、ボリューム MS スプレッドとでも書いておきますかね。はい、ココスタ、えー、ということで、えー、ココスタの提供でお送りしましたということで、ちょっと宣伝をさせていただいてですね、はい、で、そっか。 ここで、えー、あとはですね、MS プレート、ちょっと価格のほうゼ0だと少し見づらいので、えー、これを右クリックをして、軸の書式設定で、最低価格を5000ドルぐらいにしておいてやると、なじみやすいですかね。はい、こんな感じになりますね。 はい、えー、というようなところですね。まあ、こういうふうにしてやるとですね、先ほど見ていただいた、まあ、これちょっとあの選択の範囲が広いだけなんですけれども、まあ、こ,れのですこれとです、ね、同じものというのを今、作成することができたということですね。まあ、もうちょっと広く取りますかね、はい。もうちょっと取りましょう、広く。えー、そうですね。まあ、200ぐらいにしときますかね。はい。えー、あと値段の方もお200、えー、ですね。日付も200。 という風にしてやると、こんな感じか。まあ、もうちょっと広い方がいいですね <laughs>。もうちょっと広い方がいいですね。もうちょっと遡りましょう。300ぐらいにしておきますかね。はい。さっきのやつ見とけよかったですね。はい。半中の方をえ300。はい。こんな感じで。はい。これでほぼ、あとはあれですね。ビットコインの値段の方がえちょっと5000だと入りきらないですね。はい。まこれだと0からでいいかな。はい。こんな感じですね。で、上は2万5000もいらないので。 2万でやっておいてやりましょう。はい、するとこんな感じで、えー、今のグラフというのをね、得ることができました。はい、まあ、あのさっきの通りですよね、えー、先にボリュームの方がーピークをつけてるということで、値段の方が後を追ってきてるとでここもそうですよね、はいあのボリュームの方が先にピークをつけて、値段の方が後で追ってきてるということになります。 もちろんあの、これがね、絶対ということではないですし、そうでなくなる場合ももちろんあるでしょう、ただまあ、やっぱりあのこういうふうに、出来高のスパイクっていうのをね、あの見ておくと、まあ、分かりやすいですよね。っていうのも、あの普通の出来高だけ見ておくと、ですね、このグラフっていうのは、まあ、どうなるかっていうと、はい、こんな感じになっちゃうんですよね、こんな感じに。 なので、えー、これだけ見てもですね、まあ、もちろん、あの出来高が、ね、その値段と連動して動いているというのは当然のことなんですけれども、まあ、やっぱりこれだけ見てもちょっと多分分かりづらいのかなと思うんですよね。なので、あのー、やっぱり値段に、ね、移動平均線を当てるっていうようなことっていうのはよくう巷でも出てますけれども、ただまあ、あのどうせやるんだったらね、あのこの出来高にも移動平均線を載せてやって、 じゃあそれがどのぐらいの勢いがあるのかっていうのを見てやるということをしてやるとですね今みたいなグラフを得ることができるということでですねはいこれですねもう一回最後出しておきましょうこんな感じですねはいこういうふうにしてやると随分意思決定にね使いやすいのかなというふうなところが見えるのではないかなというふうに思います はい。ということで、こちらの動画ではですね、この出来高をですね、移動平均線を取ってやって、その差を取るということで、先にね、価格の先行指標として使っていくことがね、何らかの形でできないだろうかということで、試しにやってみるということをやるとともに、スプレッドシートのデータの取り方及びですね、エクセルの操作の方法という一連の流れをやってみました。はい。ありがとうございます。